学歴が邪魔すぎて、はい、教えるのが得意そうなんで、得意そうなんで教える。ここに行ったら講師の給料を見れるようになるわけ、はいはい、授業も講師より多くやってるのに私の何倍ももらっている現実を、なるほど、いい点数だねって言われた。模擬授業を先生たち前でやるじゃないですか。あ、模擬授業やりましたね。ただだよ、始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、さあやってまいりました、ただよびの数学講師でありますですね、成島先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。数学講師の成島と申します。なんで落ちました、中学受験なんで、その中学受験で第一志望だったところを、やっぱり高校受験でも第一志望にして、中3で荒れてるから、もう目とかね、細いわけですよ、睨んでるんで。普段高校で1年1学期中間で親呼び出して、これだよ、もうダメ。でも飛行機関係には就きたかったわけですね。航空会社に来た、航空会社に絶対来たくて、で実際就職するわけですか、院出て、でそこからどうして予備高校生になるんですか。どうしてそんな和服の予備高校生になるわけですか、そこから、ね、まあ整備士やってたのはいいんですけど、はい、いいんですけど、まあ、仕事もすごい好きで、はいはい、ただやっぱりね、学歴が邪魔するっていうのはあるんですよ、ね、はい、そうなんですか。自分にはそんな気持ちなくても、はいはい、やっぱり高度成長期時代に取った人っていうのがやっぱりある程度偉くなってて、はい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 、でそういう人はやっぱり高卒の人とかも多いわけですよ、はいはいはい、で別に私はそういう気は全然なくても、はい、向こうからしたらなんか知んないけど、なんか頭いいなんかやつが来たぜみたいな感じに なるわけですよ、はいはいはい、もう最初からもうあいつコテンパテンやってしまえみたいな、へんな感じで、はあ、そういう、でまあそう覚悟はしていったんですけど、でもそれでもやっぱりちょっと想像を超えてて、へえ、そういう嫌がらせ的なものがあったわけですね。まあね、じゃあ航空会社の名前言いましょうかそれはもろそれ聞いてる人ね、もろねダメですね、はい、はい、でまあそれでしんどくてあ、そっか、就職はじゃ関東で就職は関東でね、はいはい、やってたんですけど、はい、そこからどうして塾に、でまあ それでうちの家内が教えるのが得意そうなんで、得意そうなんで教える方に行ったらと、はいはい、いうことで、じゃあ何教えると、はいはい、何しようかな、うん、まあ何でもいいけど、まあ好きだ好きだ好きだちょっと好きだった数学してみようかと、はい、で普通の塾で働いて、そうで普通の塾 でそこでほら Y ゼミまで行くわけじゃないですか、はい、でどうやってそこの ヨゼミまで行ったんですか、それどうバレバレえ、それ採用試験普通に受けたんですか。普通に受けました。あ、それで、いやでも最初はもう全然わかんないですよ。そうですね、うん、いけるかなとか思わなかったですか、4大予備校。その前に某 T というところも受けてるんですよね、あの予備校、はい、大手予備校、そうですね、まあ、だからそうな目ですよ、へえ受けてるんです。でその時は整備士辞めたすぐだったので、はいはい、だ本当にわかんなくて、なるほど、そんな普通仕事してて数学なんか使うわけもなくて、そうかそうか、なるほど、そんなサインとか言ったってなんか聞いたことあったようなみたいな、そんなレベルがいきなり、じゃあ問題解いてとかこう、はいはい、パッと渡されて、え、じゃあまた勉強し直したってことですね、数学を。うん、そうです。はあ、そして数学を勉強しながら塾で働いてて、あ、なるほど、でヨゼミとかも受けてみようと思ったわけですか、ね、あ、でまあそれちょっとまだ早くて、まだ早い、ちょっともう何本になっちゃうの動画はい、である程度その塾で偉くなってくると、はいはい、講師の給料を見れるようになるわけです、ね、はいはい、で講師の給料を見たら、あ、社員だったってことですね、社員だよね、はいはい、社員で給料とかをチェックするわけじゃないですか、はいはい、そうすると明らかに自分の勤務時間に短いのに、はい、一応社員だから授業もやってるわけです、はい、そうですね、授業も講師より多くやってるのに私の何倍ももらっている現実を、なるほど、見て、これはちょっとおかしいんじゃないかと、うんうんうん、講師一本でやった方がいいんじゃないかと、ほう、変わったわけですね。でそうやって講師の先生に相談したら大手予備校を受けてみたらっていう風になって、ああ、なるほど、ようやくですよ、ようやくここまで来ましたよ、なるほど、それででも受かっちゃうわけですからね、まあ、いや、よゼミってなんかね、筆記があって、その後に模擬授業ですよね、はい、でも模擬授業をやったやってないと受かれない、いや、
今バブル期だったらやんなくてよくやりますけど、ペーパーテストはやりましたね。で、あの今なもう亡き理事長に、はい、いい点数だねって面接するときに言われたのは100点じゃなかったですけど、あ、そうなんね。それは覚えてますけどね。ここで、はい、であれ同時で寸大は始まるんですか。同時で寸大も、はあ、両方っていうか3つ、はい、ね、3つ目は K ですね。あ、 K もいたんですか。 K も、 K も、かわいもやったの、ね、スカイ総なめじゃないですか、すげえ。でもまあ縁があったのが 2つ。ああ、なるほど。働き出したのは浪人してた時に行ってたところは行かずに、そう、行かずに一番知ってたけど、知ってたから落とされたのかもしれないですね。ああ、受けたってことですね。受けて別に K は受かってない。 K は受かってない。ああ、そうですね、うん、一応だから T も K も全部受けてってことですね。全部受けて受かったのが、受かったのが縁がない2つっていう。なるほど。ああ、寸大の方難しかったですか。寸大の方もどうなんですか。まあ、もう全然、うん、で寸大はだってあれじゃないですか、模擬授業を先生たちの前でやるじゃないですか。あ、模擬授業やりましたね。それはね、覚えてますね。やりづらくないですか、あれ先生の前でやるから。いや、私そんなね、実は予備校業界詳しくなくて。あ、なるほど。誰だお前らみたいな感じだったわけですね。そうそうそう、知らんがなみたいな。大先生が座ってたんですけど、はいはい、実はあんまりご存知なくて。はい、自分尊敬しちゃった。和服着てるのに。はい、で、そのどの人が職員さんでどの人は講師かもわからないまま。なるほどなるほど、うんうん、模擬授業やって。ね、あ、僕もそうですね、寸大受けた時、模擬授業やった時に誰だかも全然知らなかったです。全然わかんない。誰も知らなかったですあ、なるほど、そういう感じでやったわけですね、うん、そしていよいよなんでただ呼びに、長かった話がここまでたどり着くまでだいぶかかったな。何本になるんだっていうぐらい話したな。で、ただ呼びに来た。もともとは自分がそうやって何回も落ちてるんで、困ってる人を助けたいんですね。おー、なるほど。だから自分みたいな不合格になってるっていう思いをみんなにしてほしくないんですよ。ほうほうほう。だから数学が好きなので、それを人に伝えたいっていう人もいると思うんですけど、うん、まあ、それもあるんですけど、そっちよりかはどっちかって言ったら、困ってる人を頑張ってるのに合格点までこう届かないっていう人をなんとかしたいっていうのがあって、うん、でそれで寸大でもいろいろ長いことやってると地方とか行くわけじゃないですか、はいはいはい、そしたらやっぱり格差っていうのを聞いてるんですよね。で、地方の人はやっぱり首都圏から先生が来たみたいな、はいはい、そういう、まあ、紹介のされ方とかもして、うんうん、で首都圏ではどうやって教えてますかとか、うんうん、別にそんな違わないと思うのに。なので前々から日本全国にこう均一にこうなんか人助けできないかっていうのはずっと考えてたんですよね、はいはい、でそれで今回こうやってただ呼びが、うん、YouTube でっていうことで、これはバッチリ。なるほど、来たと。お、じゃあこれからでも数学やっていくわけじゃないですか。もう、ね、数 1A2B3 全部いくと、はい、全部いきます。できましたね、寸大の人気講師がやってきたということで、ただ読みよく盛り上がると思います。あ、やっとじゃない、ただ読みこれから盛り上がると思います。ちょっと言語系チャンネルがね、そうそう、言語系チャンネルやったんで、優秀すぎる感じなんでね、負けないようにしないとね。理系チャンネルですから、ね、まずは数学からいって、ま、数学これでボーンといけば、ね、どんどんね、物理、化学、生物と増えていくわけですから、うん、長嶋先生に全てかかってますから、プレッシャー、来ましたね、プレッシャー。ぜひやってもらおうと思いますので、これから、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。長くなりました。はい、ご視聴ありがとうございました。天気ポッチンチャンネル登録、そうですね、課題理系チャンネル、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、数学の長嶋と申します。どこが第一かランキングね、これを行こうかなと思います。で今回は数3の複素数平面、この黒のね、着物が数3のね、単元になっております。普段は、必須事項まとめっていうのは行くねんけれど、まあちょっと今回イベント的な感じでね、定期試験まであとちょっとしか日にちがないとかね、いう時ね、単元のどこをやるかね、どこからどういう順番でやってった方がいいのか、やっぱみんなも困ると思うんで、ここね、教科書あるから教科書見ながらね、ぷぷぷっといい方ね。で、複素数平面やねんけど、Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.